火猟は、講義には、古代中国で配布された溶石の標準記のこと。春秋戦国時代に、生で作られたものが最古であると言われる。抗議には、火猟の内心大に、王猟が度力行を改めて配布した辛抱火猟のこと。この項で小説する。紀元前後、前漢は、皇室の外籍である王猟が、全権力を完全に掌握し、ほとんど崩壊状態となっていた。 そして初主元年11月、ついに王門は第14代皇帝の樹脂炎に禅情を迫り、定位を散脱して皇帝に即位、国語を真と改めたのである。真の政治は、州の礼事を理想とした極端な復古主義を基本とし、州をはじめとして過去の王朝の様々な政策を模倣することでそれを達成しようとした。その中で、真の模倣も行われ、 建国翌年の試建国元年、かつて試皇帝が言ったのと同じように土寮校を改定し、優秀な計学者であった竜に命じて、標準器を設計させ、全国に配布した。これが辛暴化寮こと、化寮である。これが辛暴化寮こと、化寮である。現在は、台湾の国立呼吸博物院に収められ、展示されている。化寮は、大きな円筒形のマスの左右に一つずつ小さな、 マスがついた構造となっている。中央の大きなマスと小さなマスの片方は上下がマスとなっており、もう片方の小さなマスは上のみがマスとなっていて、このマスすべてが標準器となっていた。真の度量項は竜の打ち立てた度量項理論である王式虚偽微説をもとに王式という 決まった音を出す笛を基準として定められるとともに、それを北方で算する粒が均一の穀物、巨偽尾の粒数で換算して、それぞれの単位が得やすいよう、また上下の単位に互換しやすいように配慮されていた。溶石の場合は、王式の笛一本分の溶石を基礎とすることとし、笛に巨偽尾がすり切りで1200粒入ったことから、巨偽尾1200粒分の溶石を一上とした。 そしてこの、ゆえを、基礎単位に、五、小と、国の順で、上位単位を定め、一号イコールにゆえ、一章イコール十五一と、イコール十0章、1国イコール十ととしたのである。か両ではこの標準の容積単位について、中心のマスの上部で一国、裏返した下部で一と、上のみの、小さなマスでは一章、そして上下両方ある、小さなマスでは、上部で一号、 裏返した株で一例が測れるようにした。つまり、下量をひっくり返したり使う部分を変えたりすることで、すべての容積が測れるようになっていたのである。また容積だけでなく、同時に、長さと重さの標準器ともなっていたことがわかっている。長さについては大きなマスの深さとマスの内側に、内接する正方形の一辺の長さを一尺とした。長さの単位は、分、寸。 尺、竹、陰で、一寸イコール十分、一尺イコール十寸、一乗イコール十尺、一陰イ,イコール十乗となっていたので、長さについては、この下量で示された一尺から、すべての長さが求められる。重さについては、全体の重さをに等しとしている。ただしこちらは、種、量、金、等し、石とある単位の関係が、一両イコール二十四種、 一金イコール十六両、一としイコール三十金、一国イコール四としとなっており、不均一であったため、一国以外はここからは求められない。しかし実は、種には、容石一への拒否比の重さイコール十二種という規定があったため、マスで拒否比を測り、その重量から各単位の重量を出すことができる。今これを換算すると、一両は一合。 一金は一章六号、一等しは四と八章のそれぞれ狂気比の重さとなり、単位が上がるほど煩雑ではあるが、過量のみで全単位を求めることが可能である。このように、過量は標準器としてほぼ万能といっていい機能を持っていたほか、マスの円形が極めて精密に設計されているなど、数学的にも非常に高度なものとなっている。過量に、 ここまでの高機能を持たせた竜の設計思想は、土稜鉱や暦について記した、感情率歴史にも掲載されているほどで、その力量の高さが知れる。なお、過料の表面には、元となった旗の標準記に刻まれていた、証明文、兼料名を模倣した過料名が、独特の転書体で記されているが、こちらはあまり高い評価を受けておらず、過料の付帯物扱いされている。 過量は標準器としては極めて優秀であったため、新たな滅亡後も保管され、精神代の大使10年に朝廷内で過量を測定した記録が残っている。しかしその後朝廷の手を離れ、等身代の太もと四年にそれとをぼうしマスが死に出ていたという記録を最後に一時その姿を喰らました。その後千数百年にわたって行方不明となっていたが、 真の建立年間に、朝廷の倉庫内で再発見されて再び日の目を見ることになり、建立9年には、下寮を参考にした二つのマスが鋳造された。真長滅亡後、家寮は、資金場内の鎌の上に放置されて、誇りにまみれるままになっていたが、民国13年に、戦闘テーラー旧皇族が追放されると、中華民国政府に接収された。これによりこれまで、 朝廷の秘宝であった、過料が民間の研究に供される機会を得ることとなり、研究者たちは、その精密さに驚くとともに、精力的に研究を行い、多くの論文が発表されるに至った。その後戦争による避難を経て一時死と南京へ戻ったものの中華民国政府が中国大陸を追われるのとともに、民国37年に台湾へ移されることになり、現在は、 台湾の国立呼吸博物院に収められ展示されている。ありがとうございます。